タートエンターテインメントドーム公演開催によるツッコミだから。どうも皆さん、こんにちは、くーです。はい、今日はですね、先ほどスタートエンターテインメント、新しくそのジャニーズ、旧ジャニーズが亡くなって、スマイルアップっていう会社で保証会社をしながら、タレントが芸能活動をしていく上で、スタートエンターテインメントっていうエージェント会社ができたと思うんですね。それが4月から本格稼働っていうのは結構前から言われてたんですけども、ここに来て4月に東京ドーム、そして5月に京セラドーム2日間ですね。で、ジャニフェスのような、そのジャニーズとして総出で、演出ライブをするっていうのが決まったんですけども、それに伴って嵐とかセクゾとかいないのっていう意見だったりとか、あとはチケット代高くないだったりとか、そもそもあんたらみんなエージェント契約するんですかみたいな、そういったところについてちょっと嬉しい反面、ここどうなのみたいなところも含めてお話させていただけたらなっていうふうに思います。で、この動画とは別の方でですね、スタートエンターテインメントがしっかり4月から始動することによって、ドーム開催することによって、やったーでも当たんのかなーみたいな動画も出してるので、ぜひそちらを見ていただけたらなっていうふうに思うんですけども、この動画ではですね、先ほども言いましたけど、ちょっとツッコミどころ、主には出演者のリストの中に嵐と KinKiKids とセクシーゾーンがいないので、その3組出ないのかなっていう意見だったりとか、あとチケット代が高いよねっていう意見、あとはそもそも論で、スタートエンターテインメントドーム勝手にしますってなってるけど、みんなエージェント契約するのでいいのかなっていう、ちゃんと発表されてないんで、そこら辺についてお話ししていきたいなっていうふうに思います。で、まずチケット代ですよね。チケット代がなんか1万5000円ですよね、今回確か。で、通常のライブとかだとその1万前後というか、なんかツイッター X でいた人言ってたんですけど、なんか 2D のね、ドーム公演に関しては、なんか1万円かかるかかかんないぐらいだったんで、ジャニーズの、スタートのドームのこの金額っていうのは1万5000円高いんじゃないか、高いねとかっていう、意見がちょこちょこ見たんですよね。それに対してやっぱ否定的な意見もあれば、別にいいでしょうっていう意見もあるんですけど、僕も最初見た時に高いなって純粋に思ったんですよ。でもなんかこれ見てると、まだ僕もこの発表されてすぐ報道が撮ってるんで、もし間違ってたら訂正というか教えてほしいんですけど、これあれですよね、被災地に対してのそういう募金というか、被災地に対してのそういった、集金っていうか、なんかすごい言葉の選び難しいですね。なんか多分そのチケット代が高いけど、そこのお金の一部が多分被災地の方の支援とかに使われるんじゃないかっていうのを見て、そういうのはあるのかなっていうのと、あとプラスアルファで単純に12組出るんですよ、タレントが。だからもう、なんですかね、やっぱその12組のタレントの人たちにある程度お給料も渡るようにってなったら、やっぱチケット代も高くならなきゃいけないと思うんですよね。あとはその物価高がすごいと思うんですよ。もうこの日本がついにインフレを起こすってことで、物価をどんどん上げていく、給料も上げていく、上がってないですけど給料はね、でもそういうのもあって、高いっていうこの金額がもしかしたら今後はベーシックになっていく、あとはその総出、グループが総出で来るっていうのもあるので、スペシャル感どうしてもお金がかかってしまうっていうので、高いなとは思ったんですけど、僕は冷静に見たら、これぐらい普通なんじゃないのかなっていうのが結構思ったとこですね。1万5000円で全員見れるんだったら僕は全然行きたいですけどね。で、次なんですけど、そもそもこのスタートエンターテインメントで We are なんちゃらかんちゃらスタートのライブをするぞみたいな発表があって、うわーって思ったんですけど、で、ニュースから、トラビスジャパンまで各グループでコメントが残されていたんですよ。新しいスタートを切る僕たちのライブを一緒に楽しみましょうみたいなのを、各グループが何かしら言ってたんですけど、でもなんかそこで思ったのが、そもそもじゃあニュースとか、じゃあ平成ジャンプとかってエージェント契約するのっていうのがまずツッコミどころというか、変な話、ニノのように独立するけどグループとしては、スタートエンターテインメントに所属というかエージェント契約するっていう可能性もあるわけじゃないですか。なんか当たり前のようにジャニーズ時代、ジャニーズのグループだった人たちはスタートエンターテインメントに所属のような、スタートエンターテインメントの人間になるっていうような感じに見えるんですよね。だってそうですもんね、デビュー組が12組行くわけですから。けどなんかやっぱりちょっと欲しかったな、情報として。ちゃんとじゃあスノーマンはスタートエンターテインメントになりますっていうか、スタートエンターテインメントとエージェント契約をしますみたいな、
なんか一言というか、どっかでそういうのを言ってもよかったんじゃないかな、そうやって言う場があってもよかったんじゃないのかなっていう、どっかのスタートエンターテインメントのホームページかなんかとかで、あの平成ジャンプカトゥーンとはエージェント契約をしていきますだったりとか、なんかその一文とか発表、ちゃんとした正式な発表がなかったのにかかわらず、なんか当たり前のようにジャニーズだった人はスタートエンターテインメントになるっていうのもあって、もちろん僕個人的にはどうせスタートエンターテインメントに一旦行くでしょうみんな、まあ、それこそ辞めたニノとか岡田くんとか三木田斗真くんとか、まあその結構俳優枠の人たちだったりとか、年配って言い方変ですね、年が比較的いってる人たちはなんとなくわかるんですけど、やっぱまだ若いグループとかグループでバンバン活動してる人たちっていうのは僕は残るんじゃないのかな、スタートエンターテインメントに行くんじゃないのかなと思ってたんで、まあ、別にいいっちゃいいんですけど、やっぱりちゃんと発表する、ちゃんと何か残す言うっていうのは大事ですし、それをやらなかったから、まあ、ジャニーズがなくなったんだよってのもちょっとあると思うんですよね。なんかちっちゃい子にちゃんとはっきり言うんだよ物事はとかっていう風に大人を教えるのに、大人が一番何も言わないですもんね、政治家もそうですけど、はっきりね、カトゥーン、じゃあキスマイとエージェント契約しますって言えば、うーんってなって、でライブだ、うーん最高ってなるじゃないですか。だからなんかその一言はあってもよかったんじゃないのかなって個人的に思いましたね。で続いてですね、まあ、あの出演者リストのところに嵐とか、まあ、KinKiKids とか、セクシーゾーンとかがなかったんですけども、なんかその文章というか読んでいくと、スケジュールの都合で出演が叶わなかったグループもいるが、まあ、当日までにさらに追加される予定があるっていうふうに言ってるんですね。だから要は例えば嵐の大野くんが、まあ、よくネットで言われてるじゃないですか、5人で再始動か再始動かみたいな、まあ、僕もちょこちょこ動画撮るんですけど、まあもしかしたら大野くんが4月までにそのドームのね開催までに結論とか決断を出して、もしかしたら5人で急遽サプライズで出る可能性っていうのもあると思いますし、僕最初KinKiKids出ないんだと思ったんですけど、そっかそっか、冷静に考えたら光一くんがショックの舞台があって出演しないってところで、多分KinKiKids に関しては出れないんじゃないのかなって、光一くんがお仕事があるからっていうのはあるんですけど、まあスタートエンターテインメントで新しい門出っていう感じではあるんで、なんか一曲とかだけでも出てくれたら最高なんですけど、まあそれはちょっと難しいのかなっていう。でセクシーゾーンとそのトニセンに関しては多分スケジュール調整中なんですかね。まああとそのセクシーゾーンに関しては3月末で、まあケンティ卒業してグループ名も変わるじゃないですか、そのタイミングぐらいで。だからもしかしたらその4月10日の東京ドームの開催というかライブで新グループ名を発表みたいなこともあり得るのかなって思うんで、セクソは出るんじゃないのかなって個人的に思いましたね。まああとはやっぱりその3月の16、17だったかな、A グループがドームでね、あのイベントやるじゃないですか。まあ言われてるのがもうこここそ本当にデビュー発表だろう A グループはっていう風に言われてるので、もし本当にデビュー発表がしっかりあれば、でスタートエンターテインメントとして1号であれば、この4月のドーム、5月の京セラドームに対して出てくると思うんですよ。A グループも、なんだろう、これが新しい仲間だとか、新しい仲間を発表するみたいな感じで、A グループみたいな感じで、ね、出るんじゃないのかなと思うんで、まあ、個人的にはできればキンキとか嵐とかはもう出てほしいけど、やっぱりセクゾとかトニセンとか、まあ新しい時代を担っていく A グループだったりとか、そういった人たちがもっと出てくれれば12グループだけじゃなくて15、16グループで、まあこのドーム公演っていうのを盛り上げてくれたらいいんじゃないかなと思いますね。まあなので、まあ結構そのエージェント契約の発表をちゃんとしろだったりとか、チケット代高いぞだったりとか、他の出演者どうしてるんだみたいな意見もまああるとは思うんですけども、でもやっぱりその一旦このジャニーズってものがなくなってスタートエンターテインメントになるなるなるって言われてるけど、4月からっていうところで結構長かったじゃないですか、なんだかんだで。もちろんジャニーズカウントダウンもなくなったりとかした中で、こうやった新しい門出っていうところでしっかりドーム公演で盛り上げてくれるっていうのは、もう純粋に楽しみたいなっていうふうに思いますね。はい、今日はですね、まあ、スタートエンターテインメントがドーム公演をするっていうところで、まあ、ちょっとここどうなのみたいなところについていろいろお話させていただいたんですけども、まあ、ぜひ皆さんの方でもですね、いややっぱりそれでもチケット代高いよって意見だったりとか、いやセクゾは多分これで出れないんだと思いますって意見だったりとか、ぜひコメントで補足していただけたらなっていうふうに思います。
はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズの話、スタートエンターテインメントの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。最近花粉やばくない？またね。